南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する確率は今後30年以内に70から80%と言われている。発生の仕方は様々で、過去には南海トラフ沿いで連続して発生したこともある。このような地震から命を守るためにはどうしたらいいのだろう。今回覚えてもらうことは2つだ。まず1つ目、前触れなく発生する地震や津波から身を守ること。地震が発生したらまず机やテーブルの下などに隠れて身を守る。揺れが収まったら津波からの避難。津波被害の危険がある地域の人々は速やかに近くの津波避難ビルやタワーなどに逃げること。2つ目が南海トラフ沿いで大規模な地震が発生した後、さらに南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒が発表された時の行動。これは先に起こった地震がきっかけで南海トラフ沿いで続けて大規模な地震が起こる可能性がいつもより高まっているということなんだ。地震発生後では津波からの避難が間に合わない恐れがある事前避難対象地域の人々は1週間避難を続ける必要がある。それ以外の地域の人々も家具の固定など日頃からの地震への備えの再確認をする必要がある。1週間避難生活を送る場所への移動は津波の警報が解除されてからだということを忘れないように。もちろん必ず巨大地震が続けて起こるとは限らない。しかし空振りを恐れずに命を守るためにできる限りの行動を取ろう。自らの命は自らが守る。